七つの大罪の一人を追い込んだとあれば相当な手柄。そうなれば俺もいよいよ聖騎士見習いに。なんだ、どうした。疑って死してきます。山猫の悲劇師団、油断するな。七つの大罪を探してるんだ。聖騎士たちを止めるためです。聖騎士を止めるって何から。聖騎士っていや、このリオネスを守る騎士の中の騎士、英雄だろうが。でもその彼らがこの国に戦をもたらそうとしていたら、先日聖騎士たちの手により、国王以下王族の者たちが次々と拘束されました。国王は病気で伏せってんじゃねえのか。それは聖騎士たちが流したデマです。彼らが何のために戦を始めるつもりなのか分かりません。ただ
王国と周辺の町や村から人々を強制的に集めては着々とその準備を進めています。じきにこの辺りにも影響が及んでくるでしょう。マジかよ、大変だな。で、のんきだなおめえは相変わらず。でもさ、それと七つの大罪とどうつながんだ。唯一聖騎士たちを止める希望があるとすれば七つの大罪だけなんです。おっと、通告にあった人間かどうか確かめるのを忘れてあった。決定、身元不明者2名死亡ってことでいいかね。お前たち何を勝手に生きておる。わしの死亡決定を変更するでないわ。勝手に決定すんな。してどちらが七つの大罪とおぼしき人物だ。どちらも手配書とは似とらんようじゃ。これはわしも運がいい。その耳飾りの紋章は王家のものだ。つまり恩美は決定、エリザベス王女。エリザベス王女。エリザベス王女っつったらこの国の第三王女様じゃねえか。恩美には王国から捜索指令が出ておりましてな。生きたままトライオとのご命令ではありますが、事故死ならば致し方ないでしょうな。おお、決定、事故死。こらこら、
チーキッチン！うわっ！これ以上怒らせるなよ！エリザベス、おい、どこ行くんだよ？逃げ切れません。お前諦めるわけにはいかねえって言ってただろ。私がおとなしく投降すればあなたの命をむやみには奪わないはずです。ジどの道ありゃ俺たち両方殺す気だぞ。どうして私嬉しかったんです。たった一人で七つの大罪を探す旅に出て、旅なんてしたことなくて、すごく不安で、正体がバレないよう着慣れない鎧でクタクタになるまで歩いて、けど誰を頼ることもできなくて、なのにあなたはどこの誰とも知れない私に優しくしてくれて、だから私は名も知らないあなたをこれ以上巻き込みたくないの。メリオダス、それが俺の名前だ。そこ、そんな、あなたは、だって、そのシンボルは、獣の、いえ、ドラゴンの。うわっ！ことだ。わしの剣は確実にこやつを仕留めた。だが一撃をもらったのはこのわしじゃと。なんだそれは。俺の剣。待て、貴様の顔には見覚えが。いや、だとしたらなぜ昔と姿が変わっていない。俺が誰だか分かったか。まさか本当に貴様。決定、この尋常ならざる力は、あの伝説の。うわあ！七つの大罪、憤怒の罪、ドラゴンシーン、メリオダス。これで一人目が見つかったわけだな、エリザベス。残りの六人のことなんだけどさ、俺も用があって最近あいつら探し始めたんだ。情報集めのために酒場をやりながらな。これで看板娘がいてくれたら、客も情報ももっと集まるんだかな。え？一緒に行くだろ。はい。ツイゴ様、しっかり。王国に増援要請を。これは一大事だぞ。行くぞ、次の町へ。出発だ、フォークママ。